2024年10月23日です。もうすぐ8時で、8時30分だったらね、あのお客さんの自転車あの回収しに行かなきゃいけないんで、それまでちょっと動画を撮ろうと思います。ちょっとね、ちょっと腹立ってることあるんで、それでちょっと動画を、まあ、腹立ってるというか、いや別にそれあれすればいいんじゃないっていう話があるんで、ちょっとね僕なりの意見をね、また商品動画とかね紹介とか撮らずに、もうなんかすぐこういう怒った動画をね言っちゃうんですけど、まあなんていうんですかね、まあ自分の身を守るためという意味もあってですね、あとは僕の店はこうですよってスタンスをあえてわべわべ言うために動画を撮ります。はい、パナソニック CX ね、中古入りました、35万円です。これはちょっとまた明日以降動画を撮っていきます。はい、よいしょ。いや最近ね、なんて言ったらいいかなっていうかあれなんですけど、まあ、これはねあのサークルズで買った帽子なんですよ。これはさ、広島カープとエレファントサイクルがコラボしたキャップではありませんので、いや夏暑かったんですけどね、ようやくこれをかぶってもいい季節になった。いや最近ね、その SNS、 まあ SNS って総称すると SNS けど、まあインスタグラム、ツイッター、スレッズあるんですけど、なんかねツイッターとねスレッズでなんかお客さんの悪口を書いてるのが多いような気がするんですよ。そんな書くなと思うんですけどね見てるし、お客さんも見てるし、まあ、僕はねだから書かないようにはしてますけど、なるべくこの YouTube でちゃんと口で言うようにしますけどね。今日面白かったのね、まあ2個あるの、いやなんかいろいろあるんだけど、例えばねこのお客さん、こう作業中にお客さんが来て、なんかお客さんがわーって言って、いやこれできないんですよ、わーって言って、まあ、なんか揉めたとか、あとはまあ匿名、まあツイッターでなんか空気入れを有料化したとか、なんかいろいろあるんですけど、まあ多分その辺のお店のまあ事情はあると思うんですけど、もうとにかくお客さん悪口言うなと思います。見てますからお客さんはね。それでね、やっぱその悪口言ってるお店に行こうと思わないし、やっぱそのネガティブな部分をね SNS で言わない方がいいんじゃないかなと思いますけどね。まあでもなぜそういうことが起きるかっていうと、誰かに話も聞いてほしいし共感してほしいし、まあだから言ってるんだと思うんですけど、まあ今日僕ねその僕のツイッター見た方はいると思いますけど、じゃあこれちょっと読みます。まあ急にお客さんが来て対応が大変、急にお客さんが来て対応が大変な話をよく聞くんですよ。見たり聞くと。で僕は事前予約制でやってて、問い合わせは LINE のみでやってると。なぜかっていうと、まあ、来店時間をお客さんの来店時間を把握することで、その前後の時間帯に YouTube 撮ったりブログ書いたり事務処理したり銀行行ったり配達行ったり現実逃避したり飛島街道行ったりグランツーリスモしたり、だからね事前予約制にすることでまず一切無駄な時間はないんですよ。うん、あと外出するときはその入り口にね、いついつまで不在ですって書くことによって、まあ、運送屋さんからも電話もかかってこないし、運送屋さんがねこう不在通知のこの紙を書かなくていいっていうのもやってるし、そう、あとは事前予約なしで来る人に対しては、まあ、時間かかりそうな人は申し訳ないけど事前予約してくれっていうようにします。なぜかっていうと、その前後、まあ、その後のスケジュールがもう全部来るんですよね。うん、まあ、できればね、あの早くできてすぐ解決することはもうすぐやりますけどね。そうすればまた来てもらう手間が省けるから。あとまあフラッと来る人はまあ そっちもねそういう感じなので、まあ、こっちもそういう感じでやりますと。大体こうフラッと来る人っていうのは、まあ、何も目的がない人なんで、僕も目的がないんだろうなと思って対応します。だからもしかしたら僕はグランツーリスモ最中にお客さんが来てひたすらこうグランツーリスモやるかもしれないです。だって来ると思ってないからお客さんのこと。あと僕はね、例えばご飯食べたり、まあ、トイレ行ったりしても来ると思ってないか、お客さんのこと。それですよ。
だから事前予約制にすることで、まあ、自分が店舗で対応できる時間帯をもう公開してるわけだから、お互いのストレスを減らすことができると。で、問い合わせは LINE のみで、でこのおかげでお客さんが来る前に事前にもう内容が完結してると。これこれの部品ありますか、ないです、 LINE でできると。でも来たらね、いやないんですよ、ないんですかね、ないですよ、えなんでないんですかって、そういうやり取り、いやなんでないんかって先言ってやなじゃないですか。そういうことですよね。そういうなんかね、無駄な時間をとにかくなくしたいんですよ。そうそう、あと修理見積もりカスタムの相談、パーツの互換性とかもう LINE でねやればもうそれで一発解決するし、まあ、来なくていい。別にお客さんに来てほしくない、そういうわけじゃなくて、お客さんが来てもらってもね、来店するってすごい無駄な時間というか、まあ、貴重な時間なんで、まあ、それをまあ無駄にしてほしくないっていうのがやっぱりお客さん目線で全部考えてこのお店をやってますと。あと対応はね、電話はしないと。なんでかっていうと、予想しない時に電話かかってくるから、で出なきゃいけないと。で出たとこで、今大丈夫ですか、いや大丈夫じゃないです、じゃあまたかけます、なんやそれと思うじゃないですか それ何みたいなでも出ない電話はあとはその言った言わないがあるから、その証拠が残らないから、僕もちょっと記憶力が最近落ちてきてるんで、やっぱり LINE とかで文章で書くことによって、メモ代わりに書くことによってまた見返して、あそうだったんですねって言えるし、そうなんです。でメールになるとお世話になります、いやお世話してねえしなって思うし、そういうのもやっぱもっとフランクな感じで、こういう感じでこうなんていうかな、対面接客するような感じで LINE を使いたいから、問い合わせは LINE にしてると。でこのスタンスで今のところ2年間やってるから、このちゃんとモデルケースがあるから、そういうちょっと忙しいなとか、今来てほしくないんだけどな、今来てほしくないんだけどなっていう店舗はちょっと勇気があるかもしれませんけど、絶対ね真似してやってみてください。そうするとお客さんも喜ぶし、店舗のストレスもなくなるし、みんなハッピーになると思います。でも多分できないお店さんなんかは、一般の自転車とかっていつパンクするかわからないから、それでちょっとパンク修理してほしいんですけど、いやちょっと今日できないんですよって、え何それみたいな。でもその何それっていうのを、まあ、事前予約制ですっていうふうにすることによって、あ予約制なんですよねみたいな、はいとかって、それで一旦終わりと。でもみたいな、でもじゃあどうしたらその人を気持ちよく作業してあげれるかっていうと、予約制にしてないから、例えば工賃を2倍にするとか、そしたらね、あ2倍なんでもう喜んでやりますみたいな。あと予約制にしてないから、まあ、プラス1万円かかるんですよ、あじゃあ1万円かみたいな、じゃあ他へ行きますみたいな、もうそういう流れになると思うんですよね。でもプラス1万円払ってでもやってほしい多分いると思うんで、それはやっぱお互い様っていうか、ちゃんとこういうのをやった方がいいのかなと思って、僕はそういう風な感じで、そのまあ僕やっぱりフォローしてる人が自転車業界の方がちょっと多いんで、そういうのをねちょっと見ちゃうんですよね。見たくもないのに、なんか入ってくるから、みんながいいにするからっていう感じですかね。なんでそれやらないんだろうなと思いますけどね。まあ多分できない理由が何かあると思うんですけど、やっちゃえばいいと思うんですけど、まあでも僕も会社員の時にそういうの言われてました。なぜそれやらないんだと言われてましたけど、なんかできない、なんか理由があったんでしょうね。でもいざ自分の店で自分が経営者になって、まあ、社長になった時にできることのが多いんで、多分そのできなかった時はもしかしたらその社長が悪かったのかもしれないし、なんかやろうかなと思ったら、いやダメって言って、全てをダメダメダメって言ってたのかもしれないし、で今はその承認性がないから全部自分の責任だからできるのかもしれないし、それちょっと分かんないです。分かんない、分かってますけど、はい、その人たちがなぜできないかは分かんないです。それでまあおかげで、ね、いいお客さんばっかりだし、もうその文句言うお客さんが一人もいないし、本当にこのお店で、まあ、もしかしたら僕がねその作業でミスして文句言ってる人もいるかもしれないし、でもなるべくそういうのはもう全部フォローしてあげたいし、もう完璧にしてあげたいし、もう最後までサポートしてあげたいなと僕は思ってます。もうそういう心構えでやってます。いや本当にね、もう命かけてやってますからっていうところです。だから本当ね、予約制にすることでもうみんなストレスがないから、もうめちゃくちゃいいと思うんですけどねっていう。でなぜこのねツイッターの文章を書いたかというと、なんかねまあ、あのセオサイクルの人がね名前出しちゃいましたけど、なんか空気入れのことで
なんか言ってたんですよ。多分空気入れを、まあ、セオサイクル僕いた時もそうなんですけど、やっぱお客さんに来て、お客さんが来たら、まあ、僕のとこはね、お客さんに全部空気を入れてあげてたんですよ。でちょっと忙しい時、ちょっとすいませんできないんで、ちょっとやってもらっていいですかって言うんだけど、お客さんが自分でやっちゃうと、僕いたのはセオサイクル大宮七里店っていうとこで、横にスーパーのあれなんだっけ、マルエツだったかな、とにかくお客さんがね、もう信じられないかもしれませんけど、もう1分に1人すいませんパンクしましたって来るんですよ。もうほんま嘘なみたいな話ですよ。またパンクしたみたいな、どんだけパンクするみたいな、どっか画鋲撒いてませんかみたいな。それぐらいもう修理がもうめちゃくちゃ忙しくて、当時、まあ、1分に1人嘘ですけど、ほんまにそれぐらい偶然が偶然で、5分に1回来る人たまにいた。それで朝ね、誰が今日パンク修理担当するみたいな感じで、朝10時から5時までひたすらパンク修理して、どんだけパンクするみたいな、ありましたけど。で空気入れとかもね、まあ、無料なのに使ってくれって言うと、お客さんが、あそこ確かコンプレッサーだったかな、でシューってやってね、シューってなかなかこうもう入れられないと、うまく入れない、まあ、でも無料なんだからやってほしいのもあるんだけど、結局そうシューってやってお客さんが失敗するし、いやちゃんと入ってないですよっていうのもあれだし、だったら入れてあげた方が早いんですよね、結果的にね。早いしストレスもないし、でもこうなんていうかな、多分自転車屋さんあるあるで、無料の空気入れとかね、大体こう、あ無料ですよってね、こうシューシューシューって抜いてね、いや全然こう、いや全然入ってないんだなとか思うんですけどね。でこれどうやって入れるんですかってなって、いやこれはフランス式バルブなので、これね先端をキュキュキュってやって、一回プシュプシュっとしてやるんですよ。あ分かりました。でまたシューシューシューとかね、でもしかしたらバーンって破裂して、ちょっと破裂したんですけど、いやそれ誰が悪いんですかなりますよね。で空気入れすぎなお客さんも悪いし、ちゃんと教えなかった、自転車さんも悪いし、で元を正せば、日本っていうのはそのね、イギリス式バルブの空気がある。僕はそれが一番ダメだと思ってるんですよ。空気入れのね、口が3種類あるんですよ。フランス式バルブ、イギリス式バルブ、アメリカ式バルブ。アメリカ式バルブっていうのは、車とバイクと同じようなあの口金になってます。でイギリス式バルブっていうのが、要するこれイギリス式バルブっていう、もう日本式バルブって言ってもいいんじゃないかなっていうぐらい、あの虫ゴムがあるやつね。で虫ゴムは何かっていうと、やっぱ定期的に虫ゴムが破損することで空気が抜ける、それでパンクしましたって自転車屋に行く、やっぱね自転車屋さんに行くためのあれはシステムだと思うんですよね。であれは早くなくした方がいい。だからみんなあの虫ゴムがないスーパーバルブっていうのを変えて空気漏れを防ぐことをやってんだけど、あれが出たおかげで自転車屋に、再来店するのがだいぶ減ったんですよ。でだから未だに虫ゴムにこだわる人もいるし、でパンクっていうのも、まあまあ、あとフランス式バルブっていうのはもう昔、まあ、スポーツバイク、ロードバイクとかね、マウンテンバイクに使われてる、まあ、一般的なスポーツバルブ。僕はねそのフランス式バルブと米式バルブだけでいいと思うんですけどね、っていう話ですよ。もうややこしい。でもバイク屋さんとか車屋さんに行って、すいません空気入れてくださいって、絶対ねどうぞって言われないし、で分かんないですけど、その文句言うんだったらちゃんとお金取るようにするとかで、ちゃんとお金を取ってるお店があるんだったら、お客さん文句言っちゃダメだと思いますね。それがそのお店のやり方だから。みんなどう思いますかこの件について。ね、空気入れ問題ね、これ多分一生ね解決しないんですけど、やっぱどっかの店が手本を見して、いやうちはね全然あのクレームも来ないし、お客さんも全部満足してますよみたいな、そういうモデルケースがあれば、まず一旦それを真似してやっていくことがいいのかなと思うんですよ。で僕のお店はじゃあどうしてるかっていうと、もうさっき実際あった話です。これでまた変な、これであまた本当に今日そういう事態があったと思ってね、お客さんがね、ちょっとあの子供の自転車空気入れてほしいんですけどって、入れてほしい、でお客さんが、まあ、有料でもいいんですけどって言うんですよ。まあ、有料でもいいんかみたいな、じゃあいくらにしようかなおったんですけど、その時お客さんが言ったのが、さっきスーパーに行っても空気入れがなかったし、200m そこの金垣さんに行ったら休みだったんですよって言うから、あまあ休みか、じゃあしょうがねえかって。僕はでも素直に最初に出た言葉が、あやりますよって、あのただでいいんでやりますよって言いました。でさっきの再現しますね。
すいませんと、はいと、そこで僕ホイール組んでたんですよ。もうちょっとこのグロータックなクリスキンなんですよね。どうしたのかなと思って、ちょ空気入れとし、じゃあ入れましょうかとか言って、じゃあ僕がこの2万円のポンプで空気入れてあげますよって言ってね、2万円のポンプで、あの今暇なんでやりますよって言って、そう言っただけです。で本当はねめちゃくちゃ忙しいんですけど今暇なんでって言って、で僕のお店はちょっとねスポーツ車専門店専門でやってるんで、ちょっとねこの自転車見れないんですよっていうような感じで言いました。じゃあお客さんも、あそうですよねって言って、以上それが一番スムーズなやり方なのかなと思いました。でも一方ではですよ、まあちょっと、これはお客さん悪口じゃないかもしれませんけど、ちょっとやばそうな自転車来た時、どうしようかな、じゃあ場合1、本当にパンクした人がこうタイヤがペコペコしてペコペコペコ、すいません空気入れてほしいんですけどって言った時に、僕は嫌ですって言います。なぜかっていうと、もう空気ゼロの状態ってことは中でタイヤのチューブがよれて入ってるんですよ。あのやっぱこう動かすと、だってね靴とかもスニーカーとかも靴紐を締めずに足をこうやってやると中でソックスがずれるじゃないですか。で自転車のタイヤも同じで中でチューブがよれてるんですよ。その時に空気を入れるとまずの確率でまず破裂する、バーンって。あとはまあこう転がしてきてるというかタイヤのサイドがまあ切れてる場合があるので、何かしらやっぱり修理の代金が発生するんで、僕は申し訳ないけどちょっとできませんって言って、なんでですか、ちょっと理由を見ます。いやなんでかっていうと、いやこうこうこうで、こうあそうなんですか、わかりました、ちなみにここで直せますか、直せません、あ直せるんですけどやりませんって言います。さっきもね、直せるんだけやりませんって言いました。直せるんですよ、でもやらないんですよ僕は。なぜかっていうと、そのタイヤチューブないし、以上終わりです終わり。あとはねちゃんとこう沖縄県に発送する自転車とかもあるし、サーリーミッドナイトスペシャルホイール交換もあるし、優先しなきゃ作業がその人のよりも、ちょっと多いんでやりませんって言いました。だからこの動画は何かっていうと、まずお客さんの悪口言うな、そのためにはもっとその前にすることがあるだろうってことを言いたいわけですよ。まあ悪口はまあ僕ももしかしたら言ってるかもしれませんけど、なるべく僕多分ね、僕のツイッターとかね、インスタグラムとかフォローしてる人、僕のツイッター今2300人フォロワーがいて、インスタグラムは6000人います。で大体ね僕の投稿見て分かると思うんですけど、大体悪口言ってないと思うんですよ。これなんでかっていうと、言ったところでまず得しないっていうのと、まあ悪口言うとね絶対自分に返ってきますから、まあ、そういうのがあります。だからこういうあえて、ね、動画でねちゃんとはっきり言うようにします。いや本当にねもう、まあこればっかりはねあもう13分あと15分で今日いけるか。いや本当そう思ったわけですよ。だからなんて言ったか、まあ本当勇気がいる決断だと思いますけど、もう事前予約制にする。で予約がもしできない人が、まあ、絶対いるんですよ、10人中2人ぐらい。そしたら事前に連絡してって言うんですよ。で事前連絡制のスタイルにして、もう問い合わせはもう1本に絞ると。ですぐすぐの作業はもうできないっていうふうに断れば、すごくいい仕事ができるんじゃないかなと僕は思います。だって僕やってるから1人で、2年間特にそういう、スタッフさんとか、社員とかの、人が多いお店なんかは絶対それやった方がいいと思う。で事前予約制にすることで、ね、スタッフがもし4人いたら、ね、2人とかサイクリング行けるじゃないですか。でそれで YouTube とか撮ってね SNS 発信もできるし、ってことですよってことですよ以上です。ちょっとあのもやもやしたんで言っておきました。だから SNS だからね、スレッズ僕見ないでしょ。なんかねこういうのがなんかね、なんかもう、まあ、しょうがないんでしょうね。
なんか言わんでええじゃんと思うんですけど、もっとポジティブなことを言えばいいんですけどね。例えば、まあ、今日は僕、まあ、例えば話ね、あ、今日実際にあった話、実際にあった本当に怖い話、いや本当に週末、まあ、もみじシクロクロスがあるんですよ。どうしてもやっぱ雨降るからテントを3つ持ってきてたらどうしても、それでもトヨタレンタカーにねハイエース連絡してもなかったんですよ。でなぜ電話したかっていうと、あのオンライン上ではまあ罰なんて、もしかしたら隠し在庫があるんじゃないかと思って、そういう意味で電話しました。いや実はですね、榎本さんみたいななかったと。うわどうだか、もうマジでぶち切れて、もう車買おうと思ったんですよ。でちょうど今日広島信用金庫来たから、ちょっともう車買おうかなと思うんですよ。でぶっちゃけ300万円借りたら、ぶっちゃけ僕実際払う金額何円なんですかって聞いたら、まあ315万円ぐらいですかね。マジですか、じゃあ実質ただみたいなもんじゃんって話してたんですけど、やっぱ大きい車いるなと思って、それでちょっと冷静になって、まあ、この前借りたあのキャラバンね、日産レンタカー、スマホでやったら1台だけありますって言って、よっしゃーと思って、でレンタカーを借りたわけですよ。でね、300万円の車を買おうと思ってた僕のそのモチベーションが一回ちょっとクリアになって、待ってよ、ちょっと300万円ちょっと節約できたなと思って、すぐ次300万円何買おうかなっていう、ちょっとそういうポジティブな感じでやってました。そういうポジティブなことをね言ったらいいんじゃないかなと思って思った次第です。以上です、終わります。はい、自転車さん本当に勇気がいる決断だと思いますけど、事前予約制にして、まあ、問い合わせを1個のチャンネルに絞ることで、みんなハッピーになれますので、これはちょっと生、ね、まだ開業して2年目の僕のちょっと生意気な意見ですけど、まあ、僕は実際成功してるし、それで成功っていうか、いい風にねお店が成功、どう言ったらいいかな、いい風にお店が回ってるんで、もしそういうネチネチあの文句言う人はそれちょっと真似してみてはどうでしょうか。ちょっとあの嫌みったらしい動画になりましたけど、僕からのアドバイスです。いや本当にもうそうすればお客さんも文句言わなくても済むし、うん、まあ、あとあれかな、やっぱりあそこで買ったんだけどここで買ったんだけど後のフォローが悪いっていう人はやっぱそういうなんかそういうの入ってくるし、なんか文句がなんか、そしたらうちでワクワクしちゃいますかみたいな、そういうみんなワクワクしたいんですよね。ワクワクしましょう。自転車業界に足りないのはやっぱりエンタメなんですよ。まあ、これちょっと内容がずれるな。一回下げてあげるみたいなね。で上げて下げるみたいな。そういうのはやっぱり僕プロレスで学んだので、2025年はちょっとワクワクするような、まあ、25年じゃない。11月からはもっとワクワクできるお店を作りを目指していきます。目指していくじゃない、していきます。終わります。